ガーゴドリーム1号艇の峰竜太選手です。よろしくお願いします。お願いします。今日初日の実感、体感的にはどうだったですか？船足に関しては満足してます。出足がすごく良くて、伸びもまあまあって感じで、はいはい、調整面で2日目に向けて考えていることをないですね。ペラちょっと開くんで、それだけ明日焼きだけ入れて、もう今節はこれでいきたいなっていうぐらいいい感じです、はい、そうですか、はい。さあ、スタート間ですけども、2走して自分の間と実際の数字っていうのはいかがですか？1走目にズレがあるのが分かったんで、2走目から修正しながら、まあ、10ぐらいいけたんで、それを踏まえて、今節は行きたいなと思っています。2走目10でしたもんね。そんぐらいだと思います、はい、1丸でした、はいはい。さあ、1号艇になりました。ファンの皆様に一言お願いします。はい、しっかり、今日の分取り返して、優勝狙ってしっかり走っていきたいと思います。応援してください。